赤外線捜索追尾システムは、赤外線を放射する目標を探知、識別して、警報を発するとともに、これを追尾する機能を備えたシステム。赤外線標準追尾システムとも称される。赤外線を検知するという点では、フリア装置と共通するが、フリアが赤外線画像を作成するための熱線映像装置であるのに対して、ストア、 遠距離の点目標を追尾するための装置であることから、原則的には異なるものである。ただし、あの、奥マイナス40イエッツのように、フリアとストを適宜に切り替えて使用できるシステムも登場している。ストとレーダーの違いは、多くの点で使用する波長の違いに起因する。ストは、受動的にのみ働き、レーダーのように自らは放射波を出さないために、 非発見性が低い。レーダーをパッシブモードという受信のみに使用することは可能だが、探知対象となる航空機側では、レーダー電波を必要時以外は放射しないため、あまり有効ではない。一方、すべての航空機は何らかの赤外線を放射しながら飛行するため、ストア、受動的でも有効に機能する。赤外線の波長は、 レーダーの電波に比べて1000分の1以下と短いため、受信面が小型で済み、電子技術や工学技術の向上もあって、センサー部が小さく構成できる。遠方からの微弱な電波まで探知するには、レーダーアンテナの受信面が大きくなければならず、レーダーを備える多くの航空機ではアンテナを機種に一つだけを備えるに止まり、探知界は前方と一部のに限られて方は、 探知できない。ストアセンサー部が小型で済むため、小さな機体にも多数を配置して、上下を含む360度全周を複域に収めることができ、また、センサー部を機体より突出させれば、少数のセンサーで広範囲を担当させることも可能である。しかし、可視光ほどではないが大気による赤外線の吸収や悪天候によっても減衰され、赤外線は、 自然界に満ち溢れていてノイズとなり探知すべき対象物をその背景から探し出さねばならず、レーダーに比べれば探知可能距離は短い。レーダーでは距離測定が容易であるのに比べてストは苦手である。ある種のストはレーザー測距機能を持つが探知距離に比べてかなり短い。その反面近距離であれば短波長なので核分解能はレーダーに勝る。 赤外線放射はそのものの温度に応じて波長のピークが変わるため複数波長のセンサーによって探知対象物の温度特性が得られる一般に航空機用のセンサーとして赤外線式のものはレーダーに比べて30年ほど遅れており標準装備として戦闘機に搭載されたのは1970年代後半にソ連のミッグ -29 と スマイナス27での機内搭載式のものである。1980年後半になって、アメリカの F-14D でも、ポッド型で搭載可能となった。スとは、基本的に、光学系、赤外線検知器、画像処理系、探知、追尾の信号処理系、四軸制御系より構成される。赤外線検知器は、半導体によるエリアイメージセンサであり、 素子数の増加と感度の向上が続けられている。検知に用いられる赤外線の波長は H2O による吸収領域を避けて3から5マイクロメートルのミドルウェーブ体と8から13マイクロメートルのロングウェーブ体のいずれかになるが目標機のステルス性や機体角度によって条件が変化するエンジン排気熱を検知するではなく機体表面で常に発生する 空力加熱を検知するには、比較的温度が低い物体でも発するリングッド体が採用されることが多い。航空機用の赤外線探知装置の開発当初は、センサーセルを一次元に並べた赤外線ラインイメージセンサに、光学操作機構を加えたものであったが、21世紀現在では、高感度になった二次元配列のエリアイメージセンサが、使用されている。 レーダーがビーム波という点でしか探知できないのに対して、ストア、面で探知できるため、速い角速度で移動する目標への追従も問題とはならない。センサーを高感度にするため、液体窒素ガスによる冷却が必要になる。赤外線検知器は、メガワット、リンウッド体検用には、ハジイシードと素子が用いられ、リンウッド体用には、 インスビー素子が用いられる。識別すべき目標の背景となる周囲の自然空間も多様な赤外線を放っているため、目標からの赤外線シグネチャが微弱であれば、ノイズの中にうずもれてしまう。単純に、フィールドメモリに複数画像を充積させて S、N を向上させる手法も取られるが、デジタルコンピュータによる、 リアルタイム画像解析技術の沿用によって目標や時期の動き補正のような時間軸に対する相関性演算で微小信号からも探知が可能になると期待されるリンウッド体に加えてメガワット体のセンサーを併用できれば水蒸気による減衰の影響を抑えることができ敵の機体がビブを向けている場合には遠方であっても高温による強いリンウッド体の赤外線を 検知できる可能性が高まる。フリアやストのような画像情報を扱う赤外線、可視光線利用のセンサーやレーザーセンサーを含む光学式のセンサーはエオセンサーと呼ばれ、レーダーのような電波を使用した RF センサーと区別される。F-8E に装備されたスト最初に赤外線式のセンサーを戦闘機に搭載したのは アメリカ製の F-101 と F-102 である。これらは全面に水平に回転する、車高板を備えた単純な赤外線センサであった。表示装置は、操縦席のレーダーの下に置かれていて、いかなる赤外線がセンサーに入射しても表示される仕組みになっていて、初期のレーダーで用いられた B スコープに似ていた。表示装置は、初期は、 レーダー運用者が手動で扱って標的のおよその角度を捉えていた。この時点でレーダーシステムはすでにロックオンの機能を備えていて赤外線式センサーシステムの有効性は限定的であり戦闘機に標準搭載するには改良された装置が求められた。赤外線式のセンサーシステムは二次元赤外線殺像素子の登場に伴って 1980年代より実用的な兵器として開発が始まり、主に地上攻撃での夜間飛行能力を航空機に与えるフリアでの利用が進むとともに、周囲の空中脅威の監視を主とするデジタル式のストシステムへと発展した。半導体技術によるエリアセンサの能力が向上すると、そのまま感度と分解能が向上し、作的距離が延伸した。 ストシステムはソ連を先頭にアメリカやヨーロッパの航空機にも搭載されており日本でも1997年より独自に開発が進められ航空自衛隊の F-15J 回収2型にその一部が搭載され飛行試験が行われているス -27UB のストとレーザー測距装置の入ったセンサー収容物ストシステムは 基本的にアクティブ、パッシブの両モードを使うレーダーと併用され、多くの機体が前方のみを捜索副域とするレーダーでの情報に加えて、ストシステムがもたらす、周囲360度全周での脅威情報を得ることが可能である。何らかの脅威の接近を探知した時に、オフボアサイト能力を持つ短距離ミサイルが発射可能であれば、 機上レーダーを試行することなく速報の敵へミサイルを放つことや、機上レーダーの試行を迅速に行って、脅威判定を確実にして、後で敵へミサイルを放つような柔軟で素早い反応が期待できる。a w a クスのような遊軍機や、地上のレーダーの福域内で誘導を受けられ飛行する場合には、アクティブモードによるレーダー波の放射を行わずに、必要ならば、 とシステムだけでミサイルを発射することも考えられる。電波ステルス技術の向上によって、レーダー探知距離が短くなり、相対的に赤外線による脅威探知の必要性が増す。軍用機は、今後さらにレーダー波を自ら放射したり、エンジン排気やノズルを高温のまま晒すことは少なく、なって、アクティブな信号は放射されなくなると考えられる。これに対応するには、 従来の一機だけのセンサー能力の向上に頼るだけでなく、ネットワーク中心の戦いというコンセプトに代表される複数の友軍勢力によるネットワーク化された探知網の構築へと向かっていくと考えられる。将来型の戦場では、ストシステム搭載機はセンサーネットワークの一つの濃度となり、デジタル化された赤外線センサはノーは濃度のサブシステムになると考えられる。 ありがとうございます。